錆白兵、恐ろしい敵だった。しかし全く勝った気がしないとはいえ、勝ちは勝ちだ、勝ちなんだもん。日本最強の称号を手に入れた七花と私が向かう次なる目的地は薩摩。組織力を持った厄介な海賊団の船長相手にどう戦う？何？一目惚れ？